赤、メキシコ活動地代々、ガズデン購入地ガズデン購入地における、主要都市名称の起源となったジェームズ・ガズデン・ガズデン、購入、または、ラメシリア売却は、現在のアメリカ合衆国アリゾナ州南部及び、ニューメキシコ州にあたる3万平方マイルの地域を、1853年に、メキシコよりアメリカが購入した出来事を指す。この名称は当時アメリカ合衆国の、 メキシコ担当大臣であったジェームズ・ガズデンにちなむ、ものである。購入した地域は、平川の南及びリオグランデ川の西の地域であり、山岳、高原地帯である。購入の目的は、メキシコ活情地における、米国間の国境紛争を解決することと、アメリカ大陸横断鉄道の南部ルート建設に、必要な土地を確保することであったが、結局その鉄道は建設されなかった。 もう一つの目的は、ガス電購入の5年前の1848年に、結ばれたクアダル・ペイダルゴ条約の埋め合わせのため、メキシコに金銭保証を行うことにあった。米国戦争により、アメリカがメキシコから割譲させた領土の面積に比べ、割譲金額があまりにも少なかったためでもある。1853年12月30日、アメリカのメキシコ担当大臣、 ジェームズ・ガズレンとメキシコ大統領アントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナは該当の土地を1000万ドルで売買することに同意した。翌1854年4月25日にアメリカ合衆国上院がこの契約を批准フランクリン・ピアース大統領が署名して成立した。同年6月30日に発行してこの領域はアメリカ合衆国の領土となった。一方、メキシコでは反対にあい、 サンタアナが追放される一員となった。ありがとうございます。